尊いありがとう。毛玉も、毛玉じゃないや、毛糸だ、毛玉じゃない、毛糸もありがとう。結婚してもありがとうございます。疲れもありがとう。バラもありがとう。こんばんは、中村です。どうも。もう前髪がちょっとこんな風にちょっとペタンコなんですけどめっちゃ伸びました。はい、ありがとう。こんばんは、中村です。お疲れです。明日は福フェスです。皆さん、行くからありがとう。六本木でお待ち。そう、明日はね、六本木ですからね六本木走っていきたいと思います。トトイありがとう。マフラーみたいなのもありがとう。あと、もライブいつぶりか。いや、でもね、公演はね、実はずっと出てなくってなんですけど、なんだっけ、あれ、リリーベ、リリーベは一回そうあったので、ミニライブには出演してたんですけどね。ありがとうわって言われた。ちょっと待って、どうなった。元町さん、え、ありがとうございます。え、何で、ここに映ってますか。やばい、バグってんのかな。元町さん、ありがとう。なんか誰かが蹴タワーって、どんなタワーなどんなタワー、映ってるよ。嘘、ちょっと一回さ、バンってやっていいですか。なんかね、たまにバグ起きるんよね。かわいい映った。なんだろうこれ、なんだこりゃ。ありがとう、元町さん、ありがとうございます。見えた、なんか動物の毛糸で編んだぬいぐるみみたいな。ありがとう。うわー、前髪が嫌だ、うん、全部分けようかな。で、眉毛は出したくないんで、こう眉毛が映らないギリギリを狙って、キラリーン。こう顔のこう、ここの 目から下しか映りませんみたいなにしたい。前髪が今とても微妙なんです。明日マイケン見れる、ありがとう、嬉しい。ちょっと緊張しますね。明日は勝手に四国観光大使と、あと ST48 の2ステージに出演させていただきます。はい、ありがとう。もう2回やります。皆さん腰に気をつけて楽しんでくださいスタンディングの方ね、結構ね、ちょっと長いと思うんで、あれだと思うんですけど、
ありがとう。お風呂ありがとう。そう、あの STU48 がラストです。勝手に四国観光大使はもうちょっと前の方に全然あるですけど、私さ多分公演ってさ1月の1日出てから出てないかな、多分ずっと2月も1個も出てないので、ちょっと個人的に大丈夫かなと思いますね。もう頑張ります。体力？いや、からん。持つよ。持たせよう。ホワイトハート、ありがとうございます。ありがとう。1月もね、なかったんです、実は。特典会ありますよ。やだ、もうこの前髪。もう、いやいやいや。いやいやき嫌になっちゃうよ。おいや、ありがとう。落ち着いてますよ。眉毛かわいい。かわいいって言うな。眉毛はかわいくねえ。パッツンじゃなきゃやだやだ。わかる。パッツンがいい。今切っちゃう。え、切っちゃおうかな。今？どうしよう。もう配信でさ、もうやっぱり前髪になったら。それはちょっとな。断髪式か。しよっかな。眉かわいい、なし、なしです。私だってメイクさんとかにメイクしてもらう時も最初に変な眉毛してますって言うもん。何あのなんか眉毛の形が自分的に好きじゃなくって、先にあのメイクする前にあの私眉毛が変な形なんですって先に前置きを置いといてメイクしてもらう。え、深刻す。これ割と私どんなメイクさんにも言います。私今眉毛の形変ですみたいな、変な眉毛してます。眉毛が嫌いなの。だいたい眉毛が2個あることも悪い。2箇所に生息。左右対称むずい。それな、左右があるから左右対称ってむずいですよね。何個なら OK？ 1個か0個。1個じゃバランス悪いやん。そうですかね。悪いですかね。全部剃ったら、やだよ、全部剃らない。眉毛さ全部剃ってもまた生えてくるからね。一本だとクリボーが、あ、確かにクリボーはねできませんよね。2本あるからこそ。
眉毛の形を整えたことある。もう整えまくりよ私ね。もうお父さんの、本当に お父さんのあの遺伝子で、眉毛がめちゃくちゃもう本当にもう、あの何ですか、あのなん誰でしたっけ、あの警察の人、警察のアニメの人、勘吉、あ勘吉、りょうつさん、それそれ、あれりょうつさん、あそう、その人みたいだったんですよ。うちのお父さんがもう本当そんな感じで、本当にもう極太眉毛、そんなんでもう本当にちっちゃい頃から眉毛が嫌だなこの眉毛思ってた。お父さん整えてるの？お父さんめっちゃ整えるの上手なんよ、本当にシャキーンって感じの眉毛になる。ありがとうございます、中村舞です。眉毛、こうしてありがとうございます。すっぴん私多いね、確かに。なんか配信で、今日ね別にお風呂上がりとかいうわけじゃないんよ、だからずっと帽子かぶっとったけこれになっただけで、そうお風呂上がりなわけじゃないんですけど、めっちゃすっぴん多いですね。がメイクしててもう先にお風呂入ってすっぴんになっちゃう。肌休めてる基本、できるときはなんか荒れるんですよね。今なんか隠してるんですけど、お猫にめっちゃニキビができて、そう、ニット帽ハマってるの？なんかね、あったかい、あったかいから好き、耳も隠れたらあったかい。なんかね、お肌の病院に行ってるんですけど、なんかお肌の病院で、なんかお肌のそのもう病院が作ってるなんかクリームとか、そうなんかお化粧水のなんかこうなんていうんですか、こうスキンケアみたいなのをね、そのもうそれを使ってるんですよ。でなんか指導されるんですけど、なんかもう塗り方がこうですみたいな、あなんかでそれでは塗ってみてくださいみたいな感じでこう塗って、でこうやって塗ったら、あもうそれではダメですみたいな感じで、もうめちゃくちゃ指導されるんですよ、もう塗り方の。それじゃあもう肌が傷つきますみたいな、なんか肌はなるべく触ら、なんか触りこ擦らないようにみたいな、塗り方も全部一回全部自分でやって、あそれはダメですって指導されて、ではいって、スキンケアはなるべく短く、厳しいな、スパルタ確かに。効果出てる。え、本当に？そうですか？やばい、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 10%。携帯の充電が全然なかった。10% になった。10% 以下。まあ大丈夫でしょう。やばい、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 やばい。東京寒いよ。明日？寒いの？上着はいりますね。
なんかさ、もこもこの上着着てたらさ、いやまだ大丈夫だよね。だって2月だもんね。なんかいつから上着なくすんかよくわからん。ライブ中はね、多分暑いと思うんで、皆さん。東京5度から6度 ?5 度から6度って寒いんかいね。あんま分からん。雨降る。え、そう、なんか、広島もずっと雨降ってるんですよ。で、なんかマジでみんな梅雨なんじゃないかってぐらい。そう、梅雨じゃないかって言ってる。マジでめっちゃずっと雨降ってる。嫌なんだけど雨。金曜は雪。待って、今日水曜やんね。明日木曜か。雨で寒いんか。なんかな、靴がなびちゃびちゃになるから嫌なんだよね。雨も大切。そうだよね。でもね、なんかね、私今日ねパンツ履いてたんですけど、パンツが思ったよりも長くって、なんか裾をめちゃびちゃびちゃになって、で帰ったらね、めっちゃなんか汚れててね、悲しかったんですよ。もみ洗いした。こういう日にはお気に入りの靴を履くのはよそうって思いましたね。すいません。マイキュー、ズボン呼びじゃないんや。そう、ちょっとね、今ね、パンツって言ったんですけどね。ズボンでも大丈夫です。何でも OK。そう、ちょっと、そう、おしゃれに言いたかった。あ、パンツがねーって。やばい。そういうところ指摘されたらなんか恥ずかしいんだけど。やめてよ。マイキュー傘ささなさそう。そうなんですよ。だからなんか今日ボイトレ行ったんですけど、ボイトレで、あ、傘は大丈夫みたいな、あ、大丈夫大丈夫、さしません。行くところでね、傘はね、あの持って帰らなくてもいいんでね。でもなんか傘さしてないんですけど、なんか雨が降ってる感覚が一個もなくって、なんか弾いてる体が雨を。マジで、なんか濡れて帰らないから大丈夫。そう、なんかあんま濡れてる感じせんのに、歩きよって車のライトとかでこうパーってパパパパって見えた瞬間に、あ、降っとんや。撥水加工、撥水加工、防水体質。そうかも。57。うまい。風邪ひかない。大丈夫だよ、みんな。明日元気に会いましょう。約束。うわぁ。明日、六本木で、みんな。
ょっと暗示を呼ぶ。キューちゃんさん、ハヤリングさん、きなぺこさん、福太郎さん、クリーム27さん、東京のスワンさん、元町さん呼び出します、ひょうさん、お疲れさん、マサさん、ピロミンさん、くまねパパさん、スルメッコさん、ありがとうございます。あ、今壇上に乗ったセラさん、ありがとう。え、合ってる？ありがとう。ごめんして、ありがとう。遅めの配信ですみません、皆さんありがとうございました。また明日おやすみなさい。またね。ギラ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 、おやすみ。また明日。